川翔平が抑えました。この打球はレフトのウォーカーはもう見送った。外見て見逃し三振、清水が吠えました。ショートの上、左中間を破った。足元、セカンドカバーして守備。いい当たりだ、センターに抜けた。これで1点差。長岡のタイムリー。吉川セカンドゴロに抑えました。緩いボール。何でもカウント取れるピッチャーなんでね、ちょっと変化させてくるような。この当たりは打球が伸びて